4連勝とはなりませんでした。今選手たちにはどんな話なさったんでしょうか。そうですね、やはり立ち上がりから町田のサッカーっていうんですかね、そういうものがなかなか出てこれなかった、まあ、それは、それぞれのね、いろんなこう気持ちというところにも準備が足りなかったと思うし、いろんな局面で甘さ、緩さっていうのが出たゲームだったと思うし、もう誰が見ても町田のサッカーではなかったねっていうことですよね、はい。具体的に監督からご覧になって足りなかった部分というのはどんなところになるでしょうか。そうですね、やっぱりディフェンスラインの連携のところもそうでしょうし、ね、あの失点をしているようでは話にならないというところも一つありますし、ね、後半やっぱりネジを巻いていったにもかかわらずやっぱオンゴールで、ね、失点するというところもそうだし、やっぱり、全面的に圧力という部分に関しては新潟の方が上だったと思うし、ね、我々はやっぱり、全てにおいてのインテンシティ含めて相手を上回っていかなければ、あの我々の、ね、方にボールをこぼれることはないと思いますので、うん、すごくそういうところでは常にこう出足含めてすごく後手を踏んだなという印象がありますよね。今お話にも出ました失点の部分ですが、今季初めての3つの失点を重ねてしまいました。このあたりについてはどうご覧になってましたでしょうか。そうですね、まあ、重かったというところが一つなんでしょうけど、いろいろ警戒心も含めたり、または、ね、背後へのチャレンジャーのカバーのところだとか、まだまだ初歩的なところが、ね、明確になってないところもあったと思いますので、まあ、長いリーグ戦の中で、こういう対応が、ね、往々にして出ることもあるので、しっかりと基本に忠実に、ね、もう一回見つめ直していかなきゃならないなと思います。この後カップ戦で連戦にもなります。また代表選手が抜けるなどマネジメントの部分もかなりポイントになってくるかなと思いますが、今後に向けて最後に一言いただけますか。そうですね、まあ、出たくてくすぶってる選手たちもいっぱいいますので、まあ、こういうタイミングっていうのは選手を、ね、多く変えていくチャンスでもあるので、いろんな選手たちにチャンスを与えながら、また町田のサッカーを取り戻していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。